これが諸骨川か。岩盤だ。クリアウォーター、うわ魚がいっぱいいる。ちょっと楽しみだな。はい、皆さんこんにちは、エゾアウトドアーズです。お久しぶりです。今日は夏企画ということで、こちら日本最初のキャッチ&リリース区間の諸骨川にやってきました。いやー、雄大ですね。ザ・北海道って感じの川です。初めてね、やってきました。すごいですね、岩盤だらけで、いかにもニジマスがそうな環境ではあるんですが、今日7月の中旬ということでかなり暑いです。30度超えで、川も撥水してます。かなり撥水してますね。テレストリアルつけてやってみたんですけど、全然反応がないんですよ。もう少し歩いて、まあ、別の川にもっと下流に行くか、それかプールを見つけてやってみようかなと思います。まずね、1匹とりあえず釣りたい。どんな魚がいるのか気になるんですよ、この環境には。じゃあ熊に会わないようにそれだけ気をつけて安全にやっていこうと思います。とりあえず1日目スタートです。暑いっすね。こういうとこどうっすか。浅いかな。流れがちょっと早い。ドライ取れないかもしかして。もう少し上行ってプール探してみましょうか。こんだけ暑かったらなかなかねいられないからね。もうちょっと上行ってみよう。いや、いいプール見つけたんですけどね。足跡結構あるから、もしかしたら釣れないかもしれないですけれども、ちょっとニンフつけて今やってみてます。ドライね、全くね反応ないんですよね。テレストリアル結構巻いたんだけど、サイズがでかいのか、あ、来てもねちっちゃいのしか来なくて、それならちょっとまず1匹釣りたいんで、ニンフつけてやってみようと思います。このプールで出なかったら考えもんだなようやく1匹釣れました。1匹ようやく出たら、元気のいい虹ですね。いや、ビートルに一発だった。さっきライズしてたんですよ。で、インフからドライに変えたら一発だった。ありがとうございます。諸骨初めての1本目、釣れました。ようやく出た。ありがとう。じゃあ2本目行ってみましょうか。今釣れたのは30くらいのニジで、おそらく放流のやつかと思います。で、うわ、また来た、ホームビートル。いいね、上がってくるのが見える、ライズから。面白、
次はニンフでやってみようと思います。ここ深いんでね、意外といるかもしれない。いいのが奥の流れが気になりますね。いたいた。おお。割とでかいんじゃないですかこれ。いやーそうでもなかった。いいパワーだよ。いい、ありがとうございます。ちょっと大きいかな、さっきよりは。今ニンフ流してたんですけど、このすごいでかいインジケーターに食いついたやつがいたんですよね。これもしかしたらビッグドライのチャンスかもしれないんで、付け替えてやってみますか。かなりでかいドライフォームバッタセミ、わかんないですけど使ってやってみましょうか。今ねちょうどドライライズもしたんですよね。うわ、食えなかったか。上がってきた今。いやー、フッキングできなかったのはダメだね。この流れにいたね今。はい、めっちゃ良さそうなプール見つけました。これ絶対いると思うんで、パラシュートなんだっけ、パラシュート学ぶ X だ、 PMX、 これでやってみようと思います。さっきドライネン逃したの悔しいんですよ。いましたいました、ゆっくり加えてきたやつがいた。よいしょ。おお。
ランツラに食うやつがいると。お、いい魚。ビッグドライ様々ですね、今日。暑くても釣れるやん。ちょっと、あー、いい魚。いい顔してる。昼に到着して全然釣れないと思ったんですけど、やっぱいますね、こういうプールには。しかもこのでかいテレストリアル、タランチュラに食ってくるやつがいるんすね。さっき40くらいかな、すごい綺麗なやつが釣れました。ゆっくりこうフライ見てて、ゆっくりこう上がってくるんですよ。だからいないと思ってもちょっと下まで流してみるともしかしたらいいかもしれないですね。これしかも何番か8か6番のフックに巻いたやつなんで相当でかいですよね。いやー、テレストリアルだわ夏は。久しぶりにドライやってめっちゃ楽しい。今日もうちょっと上行ってみますか。反応がちょっと乏しくなってきたんで、時間もそろそろ3時で釣り下ろうと思います。反応あるとこまでとりあえず行きましょう。なかなかね、この渓谷地味て岩盤なんですよね。地面もところどころやっぱりすごい流れが速いところがあって面白いですよね。ここ秋になったら全てがこう紅葉になってかなり綺麗な川になるんじゃないかなと思います。とりあえず名残惜しいですけど、クマもね怖いんで、だんだん日も落ちてきたんで帰りましょう。戻りながら釣りをやっていきます。楽しいですね、釣れるってのは。自分がやりたいような方法で釣れるのは楽しい。それじゃあ一気に行きましょう。やっぱりいたね。さっきライズしてたんすよこいつ。多分岩盤にねじられたらまずい。強引に最後のダッシュ。
よいしょ。あ、はい、取ってあげるから。はいはいはい。おお、元気なやついた。うわお、すごいジャンプ力。いいね、こういうのに会いたかったんだよ。いいジャンプでした。いいパワーだ。すごいわ。ほっ、ありがとう。よし。日も暮れてきたんで、今日はね結構釣りました。なんか今までがちょっとスランプ気味というか消化不良で終わってたんですけれども、やりたいことでね釣れるってことが多くて、ビッグドライだったりニンフだったり、すごいねやっぱり諸骨川いい環境ですね。楽しかった。すごい充実した一日でした。サイズがねだいたい30から40ぐらいが多かったかなと思います。ただまだでかいやつもねいないわけじゃないと思うんで、もうちょっとね頑張ってみようかな。明日もあるんで、明日もやってみようと思います。いやー今日とにかく楽しかったです。じゃあまた次回に続きます。